皆さん、こんにちは。かつて自民党をぶっ壊すという強烈なフレーズとともに現れた宰相がいます。小泉純一郎さんです。その小泉政権誕生の立役者に、自民党政権で外務大臣や民主党政権で文部科学大臣などを歴任した田中真紀子さんがいます。今回は田中真紀子さんとはどういう政治家だったのかということについて振り返ってみたいと思います。まずは田中真紀子さんのプロフィールを見ていきましょう。田中真紀子さんは1944年1月14日生まれ、東京都文京区の出身です。田中真紀子さんは外務大臣や文部科学大臣などを歴任した元衆議院議員です。総理大臣も務めた大物政治家の田中角栄元首相を父に持ち、父親を彷彿とさせるはにき抜きせぬ物言いで国民からの人気を集め、小泉純一郎政権誕生の立役者となりました。しかしその後、2002年1月に鈴木宗男事件で更迭された後、秘書給与横領の容疑で元秘書より詐欺罪で告発されたのが原因となって議員辞職に追い込まれました。その後は民主党に鞍替えして、次の衆議院議員総選挙で当選して国会議員に復帰し活動しました。2012年10月に発足した第3次野田改造内閣では文部科学大臣に任命されましたが、その直後の総選挙で民主党が惨敗して民主党政権が倒れ、自身も衆議院議員選挙で落選し、2012年12月を最後に国政の第一線からは退いています。田中真紀子さんは大物政治家の田中角栄元首相の長女として生まれました。田中角栄元首相は、田中真紀子さんが生まれた当時は田中土建工業を経営する実業家であり、国会議員ではありませんでした。田中真紀子さんが生まれてすぐに田中角栄元首相は政治の世界に入り、田中真紀子さんが3歳の時に衆議院議員に初当選しています。田中真紀子さんには正則さんという年子の兄がいましたが、4歳の時に小児結核で亡くなっており、それ以降田中真紀子さんは田中角栄元首相の跡取りとして育てられることになります。田中真紀子さんの男勝りな性格にはそういった生い立ちも関係していたようです。若い頃の田中真紀子さんは千代田区立富士見小学校を経て、日本女子大学附属中学校高等学校へと進学しています。小学校時代はバレリーナになる夢を持っていましたが、父の田中角栄元首相に反対されて断念したそうです。中学時代にはクラスの自治部の体育部長を務め、高校時代にはアメリカのフィラデルフィアの私立校に語学留学されています。留学の時にも父の田中角栄元首相に殴られるほど猛反対されたそうですが、それを押し切って自分だけで留学先を決めて渡米されたそうです。またアメリカの留学時代には18歳年上の日本人新聞記者と交際されていたといいます。田中真紀子さんは高校卒業後は早稲田大学商学部へと進学されています。大学時代の田中真紀子さんは起業史研究のゼミに入る一方で、早稲田大学の演劇サークル学生劇団こだまに入り、女優としても活動していました。また若い頃の田中真紀子さんは真剣に演劇活動をされていたようで、早稲田大学卒業後も劇団雲研究所に所属して25歳の時まで女優として舞台に出演されていました。若い頃の田中真紀子さんは病弱だった母親の花さんに代わり、首相時代の田中角栄元首相のファーストレディ役を務められています。その後田中真紀子さんは49歳だった1993年に父親の田中角栄元首相の後を継いで衆議院議員に立候補し、初出馬にしてトップ当選しています。若い頃の田中真紀子さんは田中角栄元首相の娘ということや、父親に似た豪放磊落な性格などから国民からの人気が非常に高く、1994年6月30日に発足した村山富市内閣では議員1年目であるにもかかわらず科学技術庁長官に任命されて初入閣しています。その後は2002年の鈴木宗男事件で失脚するまで自民党の人気議員として活躍を続けました。田中真紀子さんの天敵として知られているのが
鈴木宗男衆議院議員です。田中真紀子さんと鈴木宗男さんの対立が表面化するきっかけとなったのは、2002年1月に田中真紀子さんがアフガニスタン復興支援国際会議で鈴木宗男さんが出席予定だった NGO 団体に圧力をかけて参加をやめさせたと主張したことでした。田中真紀子さんの主張に鈴木宗男さんは事実無根だとして反発し、全面対決に発展しました。結果、国会審議を混乱させた責任により、田中真紀子さんは当時勤めていた外務大臣を更迭され、一方の鈴木宗男さんも、喧嘩両成敗といった感じで、当時担当していた衆議院議員運営委員長の職を辞任に追いやられました。当時の国民世論は圧倒的に田中真紀子さん支持で、その後、鈴木宗男さんに対するバッシングが過熱する事態となりました。その影響から鈴木宗男さんに関する汚職の疑惑が次々と浮上し、2002年6月に鈴木宗男さんは逮捕されています。一方、この鈴木宗男事件を境にして田中真紀子さんにも自身の公設秘書給与の流用疑惑などが浮上し、衆議院議員を辞職することになりました。当時の国民の声としては田中真紀子さん支持し、鈴木宗男さんを批判する声が圧倒的でしたが、現在の国民世論としてはどちらかといえば鈴木宗男さんを支持する声の方が多く、田中真紀子さんと差し違えて外務大臣を辞めさせたことを評価する声なども見られるようです。田中真紀子さんは1969年4月に鈴木直人元衆議院議員の三男の直樹さんと結婚されています。田中真紀子さんの旦那さんの直樹さんは結婚を機に田中家に婿入りし、田中姓になっています。結婚当時は田中真紀子さんが25歳、田中直樹さんは28歳で日本交換の社員でした。田中真紀子さんと旦那の田中直樹さんの結婚の馴れ初めについては、田中真紀子さんが父の田中角栄元首相の反対を押し切って結婚を決めたというエピソードがありますが、実際には田中角栄元首相が田中直樹さんを気に入り、婿入りでの結婚となったようです。ちなみに最初は田中真紀子さんの方の一目惚れだったそうで、知り合ってから半年のスピード結婚だったのだと言われています。結婚式はホテルオークラの平安の間で挙げています。田中直樹さんはこの結婚後、任期中に亡くなった菅波茂衆議院議員の地盤を引き継ぐ形で1983年12月の衆議院議員選挙に出馬し、初当選を果たしています。政治家としては圧倒的に田中真紀子さんが格上ですが、結婚生活でも田中真紀子さんの方が旦那さんの田中直樹さんよりも強いそうで、関係者によれば尻に敷かれているのだそうです。そんな田中真紀子さんの旦那さんの田中直樹さんですが、2016年7月の参議院議員選挙で落選し、現在は越後交通代表取締役社長を務められています。田中直樹さんは1940年6月19日生まれ、石川県金沢市の出身です。田中直樹さんの経歴についても簡単ですが紹介します。田中直樹さんは慶応義塾大学法学部政治学科を卒業後、日本交換に入社し、田中真紀子さんと結婚して田中家に婿入りした後の1983年12月に衆議院議員選挙に出馬して当選し、国会議員になりました。その後、鈴木宗男事件の影響で田中真紀子さんが自民党を離れた後、田中直樹さんも2008年に自民党を離党し、2009年に民主党に鞍替えしました。2012年の野田第一次改造内閣では防衛大臣に任命されています。ただこの防衛大臣時代には国会答弁でのトンチンカンな発言や問題発言がマスコミや国民から叩かれてバッシングを浴びました。その後、2016年7月の参議院議員選挙に落選します。さらにこの選挙中の公選法違反で略式起訴されて罰金30万円の命令を受け、5年間の公民権停止となってしまいました。田中真紀子さんは2012年の衆議院議員総選挙で落選して以来、国政の第一線から退いていて実質引退状態にあります。ただし田中真紀子さん本人は、私は引退するとは言っていないと発言されているので、現在も現役の政治家ではあるようです。
事実上引退状態にあると見られていた田中真紀子さんですが、現在2022年2月に発生したロシア軍によるウクライナ侵攻に対して田中真紀子さんが活発に動いているという情報をいくつかのメディアが報じ話題になっています。報道によると田中真紀子さんはウクライナ大使館とポーランド大使館を訪れて両国大使と会談し連帯を表明されたようです。そして民間から義援金を募る活動も開始されたとのことです。また田中真紀子さんは外務省にも働きかけを行っているようです。さらに田中真紀子さんはこの件に対しての岸田政権の対応が遅すぎるとの批判も展開されていました。ところで田中家の地盤はどうなっているのでしょうか。現在は自民党の衆議院議員が死守しています。ただ流動的であるようです。また田中角栄元首相のお孫さんであり田中真紀子さんのお子さんたちが立候補するのかと思えば今のところ誰も後を継ぐ気はないようです。いかがだったでしょうか。今回は田中真紀子さんのこれまでの経歴を中心に見てきました。田中真紀子さんは田中角栄元首相の長女であり若い頃は病弱な母親に代わってファーストレディ役も務められていました。そのためか外交経験を買われて小泉政権では外務大臣に抜擢されたのでしょう。しかし長くは続きませんでした。外務省は福間殿だとの言葉を述べ外務省改革などを行おうとしましたが独善的な対応が目立ちうまくはいきませんでした。経歴や日々の言動を見ているとなんとなく統治したり部下を上手に動かしたりすることは増えてなのだろうと思います。選挙でトップ当選を果たしたのも強固な地盤があったからこそであると思われます。田中真紀子さん自身に何か力があったというわけではないというのが現在の評価です。小泉政権ではワイドショー内閣と揶揄され強烈なフレーズしかも分かりやすい一言がもてはやされました。そういった意味では田中真紀子さんのような政治家がトップへ上り詰めるのはたやすい時代であったとも言うことができます。しかし民主党政権下で落選した時には風というものもあったとは思いますがそれでも強固な地盤を引き継いでいたわけですから本当であれば当選することができたでしょう。しかし民主党政権には風が吹かずしかも田中王国のブランド力が低下したことにより結果落選し現在に至っています。そういった意味ではしっかりと民主主義が効力を発揮した一例とも言えます。まだ政治家は引退していないようですが国政の場に戻ってこられるかというとなかなか難しいのではないかと思われます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。